深澤陽一君、深澤君、はい、おはようございます。自由民主党の深澤陽一です。今回初めて国土交通委員会の場で質問をさせていただく機会をいただきました。自民党の理事の皆様はじめ諸先輩方に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。さて今回はこの質問の直前の11月25日の国土交通委員会の、として運輸業や宿泊業界の皆様から GoTo トラベルについて視察を兼ねて意見交換を行いまして、そこに 私も参加をさせていただきましたが、そのことを中心に質問をさせていただきたいと思いますが、その前に一つお伺いしたいというふうに思います。私は本年4月26日行われました静岡第4区の補欠選挙で初当選を果たすことができました。それまで静岡4区の補欠選挙ではです、あ、静岡4区はですね、それまでは昨年12月19日にご逝去された望月義夫先生が当選挙区を担われておられました。私が言うまでもなく、望月義夫先生は国土交通行政に非常に精通され、地元の港湾、道路、地産砂防、都市計画へのご尽力はもとより、特に港湾政策に関しましては全国の港湾を有する地域の皆様から大変頼られた存在でありまして、またそれに応えてこられたと承知をしております。私がこの国土交通委員会に所属をさせていただいているのも、地元の皆様をはじめ、多くの方から望月先生が残された経験、思想、また事業をしっかりと継承していただきたいという思いを感じてのお面がございます。一朝一夕にはかねませんが、委員長をはじめ委員の皆様にご指導いただきながら、地元の皆様、そして国民の皆様の期待に応えられるよう、党委員会で努力をしてまいる所存ですので、よろしくお願いいたします。はい、そこでまずは、地元のことで大変恐縮ではございますが、清水港の港湾整備についてお伺いしたいと思います。清水港は大型のコンテナパルプ船の受け入れられる物流機能を有し、クルーズ船対応や観光拠点として国内だけでなく、インバウンドの受け皿にもなって、さらには農林水産物の輸出拠点としても、機能を有する日本の産業、サプライチェーンを担う港であります。そして今後も時代の変化に伴い、さらなる機能強化が求められておりますが、今後の清水港の港湾整備について、国土交通省としての現状の認識と今後についてお考えをお伺いしたいと思います。国土交通省高田港湾局長。お答えいたします。開港121年目を迎える清水港は、自動車産業や製紙業等をはじめとした地域の基幹産業を支える海上交通の重要な拠点として、清水の町とともに大きく発展を遂げてまいりました。具体的には、新興津地区に2013年に2バース目が供与された高規格コンテナターミナルを中心に取り扱われるコンテナ貨物は、2019年には全国第8位、約56万 TU のコンテナ取扱量を誇っております。また、日の出地区に2017年に供与された岸壁で受け入れているクルーズ船については、現在でこそコロナ禍の中で非常に厳しい状況ではありますが、昨年の寄港回数は2015年の4倍の40回を達成したところであります。さらに、2021年に予定されている中部横断自動車道の全線開通により、配合圏の拡大とさらなる利便性の向上が見込まれる中、農林水産物、食品の輸出拡大や物流の効率化、低炭素化に向けた検討など、官民が一体となって清水港の活性化や機能強化に向けて取り組まれていると承知をしております。国土交通省といたしましても、港湾における防災機能の強化のための津波に対する防波堤の粘り強い化や、農林水産物、食品輸出促進のための施設整備に対する支援を行ってきたところであります。一方で、地元からは大推進岸壁が不足し、大型パルプ船等が対戦しているといった課題があるとお聞きをしております。国土交通省といたしましても、ご地元の要望を丁寧に伺いながら、今後とも清水港の機能強化に向けた取り組みを着実に進めてまいります。深澤君。はい、ご答弁ありがとうございました。
まさに清水港、函館とともにですね、農林水産物の輸出拠点として整備をされております。今後、農水産物の輸出、今、1兆円弱でありますが、2030年まで5兆円を目指す。そのために今、農水大臣が中心でありますけれども、これはもうインフラを有する、まさに国土交通省の所管の事項だと思っておりますので、ぜひ国土交通大臣はじめですね、多くの皆様のご尽力を、また活用をぜひお願いしたいと思っております。続きまして、GoTo トラベル事業についてお伺いいたします。今月21日に菅総理大臣が新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言を受けて、GoTo トラベル事業の運用見直しを表明され、すでに鈴木北海道知事、吉村大阪府知事が、それぞれ札幌市、大阪市における GoTo トラベル事業の停止の表明をされ、それを踏まえて、関係閣僚が GoTo トラベルからの一時除外を決定いたしました。分科会からの提言の中では、もともと政府も分科会も新型コロナ感染状況がステージ3になった場合、対象の都道府県を事業の対象外にすることを検討していたため、今回、一部の地域でステージ3、もしくはステージ3相当の地域があると分科会が判断したため、政府に対して今まで以上に強い対策を求めた提言を提出されたとご説明をされております。そして再びステージ2、ステージ2になれば、事業の再開も求められております。また、提言では、都道府県知事の意見も踏まえ、検討すべきと示されていたため、今回、対象となる都道府県知事にご意見を伺ったのだと思います。しかし、このお伺いが、知事側に判断も責任もあると受け止められてしまっている印象を受けます。あくまで除外の決定は政府側で、都道府県知事は助言者でありますが、連携を求めている都道府県に対して、改めて政府として判断は政府側にあるということを確認をさせてください。そして、引き続き社会経済活動を支えるために、GoTo トラベル事業は必要であると認識しておりますが、今回、一部で事業が停止されることで自粛ムードが全国的に広がり、社会経済活動が再び弱くなることが予想されます。今後の計画を見直しながら、GoTo トラベル事業の継続を前向きに検討し直す必要があると、私は思っておりますが、GoTo トラベル事業の現状の認識と、今後について、大臣のお考えを お伺いしたいと思います。岩井国土交通副大臣。深澤委員にお答えをいたします。政府の分科会からは、従来、ある都道府県がステージ3相当と判断された場合には、GoTo トラベル事業にかかる感染リスクを総合的に考慮して、当該都道府県、除外することも検討していただきたい。また、いずれのステージにあるかについては、各都道府県が判断する必要があり、それを踏まえて政府が当該都道府県と調整をする必要があるとの提言をいただいているところでございます。これに加え、11月20日に開催された分科会からは、感染拡大地域においては、都道府県知事の意見も踏まえ、一部区域の除外を含め、国として GoTo トラベル事業の運用の在り方について、早急に検討をしていただきたいとの提言もいただいたところでございます。GoTo トラベル事業は、国が実施する事業でございますので、事業の運用に関する判断は国が最終的に行いますが、その判断にあたっては分科会のこれまでの提言に沿って各都道府県の感染状況に関する都道府県知事の判断も十分に踏まえる必要がございます。引き続き政府として都道府県知事としっかり連携を取らせていただきながら、関係閣僚で協力をして適切に事業を運用してまいりたいと考えております。また事業の効果と運用の方針ということでございますが、まず効果については、本事業においては10月1日より東京を発着する旅行も支援の対象に含めたことに加え、地域共通クーポンの利用も開始させていただいた結果、事業開始の7月22日から10月31日までの利用実績は、宿泊割引の利用者数は少なくとも延べ約3976万人、割引支援額は約1886億円、
地域共通クーポンの利用実績につきましては、10月1日から11月9日まで少なくとも約201億円となっております。GoTo トラベル事業開始以降、宿泊、旅行をはじめ、新幹線や航空等の交通分野においても、営業状況は改善しつつあり、10月以降、特に旅行会社の予約人員や国内航空の輸送人員に伸びが見られます。また、多くの観光交通関係企業からも、GoTo トラベル事業に対する高い評価、今後への期待を多くいただいているところでございます。本事業が、運用方針でございますが、本事業が感染拡大の要因となってはならないことは言うまでもないことでありまして、引き続き高い警戒心を持って、感染状況を注視するとともに、感染拡大防止に向けた取り組みを徹底し、都道府県ともしっかりと緊密に連携を図らせていただきながら、命と暮らしを守り抜くために、適切な運用を今後とも行っていきたいと思っております。以上、深澤君。はい、岩井副大臣、ご答弁ありがとうございました。今、国が実施する事業であって、GoTo トラベルは国が判断をするということで、明確にお答えをいただきました。これからも都道府県との連携、あるいは必要によっては市町村との連携、これが重要になってまいりますので、ぜひともこれからもですね、国が全面的にしっかりと責任を担ってですね、立場を担って頑張っていただきたいと思います。で、もう一つだけ、あえて意見で申し上げますけれども、GoTo キャンペーン、これはですね、ベターな政策でありまして、ベストな政策ではないということをやっぱり考えていただきたいと思います。GoTo トラベルで非常ににぎわっている、で一方で、地域で、例えばこれ、イートの話なんで関係ないんですけれども、トラベルじゃないんですけれども、今まで地元のお客様、今までの馴染みのお客様を大事にしている個展や、あるいは小規模なお店ですと、どちらかというと、GoTo イートや GoTo トラベルに頼らずですね、今までの方を大切にしてこられた、それが GoTo トラベルで、一元さんの、あるいはたまたま寄られたお客さんがですね、来て、そのお店じゃなくても近所で、このクラスターなり感染が発生すると、一夜にしてですね、お客さんが来なくなってしまうというようなことがありまして、実は最近も、すぐに GoTo トラベルやめてくれと、GoTo キャンペーンやめてくれという LINE がですね、メッセージがですね、結構来まして、そういった意味ではですね、決してベストな政策じゃない、ベターな政策である中で、これはですね、大きな観点ではやらなきゃいけない、継続しなきゃいけないけれども、そういった細かなところまでですね、ご配慮いただきました。政策に反映できる部分はですね、できる限り政策に反映していただきたい、まあ、このようなお願いをさせていただきまして、させていただきたいと思います。続きまして、GoTo トラベル事業のうち、11月25日、国交委員会で行った視察に基づいて質問をさせていただきたいと思います。まずは運輸業について、タクシー・ハイヤー事業の日本交通株式会社と貸し切りバス、乗り合いバス事業を行う東京バス株式会社、伺ってまいりました。日本交通においては、特にタクシー事業に関しては、日中は通常の利用状況には近づいてきましたが、夜の利用が戻らない分、そのままマイナスに影響しているとの現状を伺いました。また東京バスにおいては、貸し切りバスの利用のほとんどが修学旅行であったため、修学旅行の目的地として東京が外されてしまっている中では、大変厳しいという話も伺いました。そのような中で、タクシーに関しては、ウイルスを除去する高性能フィルターを設置し、その効果を見える化するためのモニターまで設置したノーマルタクシーの導入を進めておられ、貸し切りバスに関しては、もともと換気性能に優れていることから、そのことをアピールするために、バス自体に自らの高い換気性能をアピールするラッピングバスの普及に努めておられました。それぞれ今、自分たちでできる努力をしており、政府としても彼らの努力を後押しするための力強い対策が求められておりますが、最近のタクシー業界およびバス業界の経営状況と国土交通省により支援についてお答えいただきたいと思います。国土交通省、荒井川自動車局長。お答えいたします。タクシーですけれども、まず、昨年の10月に比べまして、今年の10月は輸送人員が 25% 減少、
それから貸切バスにつきましては、10月の車両の稼働率が 40% ということで、まあ、一番悪い月は今年の5月だったんですけど、その時に比べれば改善はしてますが、依然として厳しい状況というふうに認識しております。そのため、今ご紹介ありましたけれども、この間ご視察いただきました高性能フィルターによって、車内のウイルスを除去するとともに、車内の空気清浄状態をモニターによってお客さんに見える化するということを進めているところであります。また、貸切バスの優れた換気性能、ラッピングバスもご紹介いただきましたが、そのバスの換気性能を分かりやすいチラシを作って、全国の学校に配布するとかですね、あと、昨日ニュースでやってましたけれども、タクシーの換気性能をスーパーコンピューターの富岳で分析をしていただきまして、まあ、その結果エアコンをかけて窓を閉めた状態で、90秒で車内の空気は完全に換気されると、非常に換気性能がいいということも科学的に実証していただいております。このような取り組みを通じまして、車内での感染リスクを抑えるとともに利用者の不安を解消することで、タクシーとか貸切バスを積極的にご利用いただける環境を作ってまいりたいというふうに考えております。深澤君。はい、ありがとう、ご答弁ありがとうございました。やはり見える化、いかに利用者に見てもらうか、確認してもらうかということが大事だと思いますので、ぜひさらなる、テクノロジーを使ったですね、導入した、それぞれのサービスの充実に向けて、ぜひ、さらなる支援をお願いしたいと思います。最後に、視察の宿泊業界について、中で宿泊業界についてお伺いします。日本ホテルズ株式会社とは対面で沖縄にありますカヌチャベイリゾート、あるいは城崎温泉旅館協同組合とはリモートでそれぞれ意見交換を行いました。その中で日本ホテル株式会社からは、先ほどの東京バスさんと同じように東京は危ないというイメージから機械損失が起こっていると、そのための需要喚起策をお願いをされました。またカヌチャベイリゾートからは、不確かな情報で沖縄の状況を判断されてしまっていると感じており、新型コロナウイルスに関するしっかりとしたデータ開示とさまざまな対策の意思決定のプロセスの明確化を求められました。国民自ら安全か安全でないかを判断するための情報提供というのは、まあ、何をもって安全かという難しい問題がありますが、より詳細で分かりやすい新型コロナに関する情報提供は必要だというふうに思います。全国旅館生活衛生同業組合連合会の中でもですね、コロナ禍における対策として150もの項目ものチェックマニュアルを1万5000の会員に配布して、経営が厳しい中でもお客様を受け入れる体制の努力をしていただいております。宿泊業界に関してはそれぞれできる限りの感染防止対策をやっていただいておりますが、しかし国民に安心を与え行動につなげるまでは至っていないというふうに感じております。まあ、そういったところに政府の支援が必要だと思います。GoTo トラベル事業に関しては一定の効果があるというご意見もいただきましたけれども、新型コロナウイルスようにですね、多大な影響を受けている宿泊業界に対して、観光庁としての現状の認識と今後の支援策についてのお考えをお答えいただきたいと思います。観光庁、蒲生長官。お答え申し上げます。宿泊業をはじめとした観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症発生直後より、大変深刻なダメージを受けているところでございます。このような状況を踏まえまして、これまで各運輸局に特別相談窓口を設けるなど、新型コロナウイルス感染症による影響や、事業者のニーズを把握すべく、積極的に取り組んでおり、それらの声を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止、事業の継続と雇用の維持、失われた観光需要の回復の3点について、重点的な支援を実施してまいりました。このうち観光庁では、新型コロナウイルス感染症拡大防止につきまして、宿泊関連事業者への支援として、令和2年度当初予算や、令和2年度第一次補正予算等において計上した予算制度を活用し、例えば、3密を避け、ゆったりと過ごせる客室内浴室、食事滞在スペース等の整備、施設内での感染拡大を未然に防ぐためのサーモグラフィー等の導入、ワーケーション実施のための Wi-Fi 環境、スペースの整備、各施設での感染症対策を実施する際の従業員向け研修などへの支援を行っているところでございます。また、先進的な感染症対策に取り組む宿泊施設に課題解決に向けた多様な分野の専門家を派遣する宿泊施設アドバイザー派遣事業によるサポートも含めまして、こうした支援制度を活用しながら、安全で安心な新しい旅のスタイルの下での新たなビジネス展開の取り組みを支援しているところでございます。
事業の継続と雇用の維持につきましては、政府部内の関係各所に働きかけ、これまで雇用調整助成金の要件緩和や持続化給付金制度の創設、NHK 受信料の免除などを実現してきたほか、令和2年度第2次補正予算におきましても、雇用調整助成金の上限額の引き上げや実質無利子・無担保融資の融資限度額等の引き上げなど、さらなる支援策が盛り込まれておるところでございます。また、令和2年度第2次補正予算におきましても、中小企業経営強化支援ファンドの創設など、観光関連産業において活用可能な資本性支援策も設けられているところでございます。これらの取り組みによりまして、雇用調整助成金は約8割の宿泊事業者が活用し、また8割の宿泊事業者が各資金繰り支援策の給付を受けるなど、一定の支援が届けられております。さらに観光需要の回復につきましては、7月からスタートした GoTo トラベル事業によりまして、詰めているところでございます。観光庁といたしましては、引き続き関係省庁と連携し、安全で安心な新しい旅のスタイルに対応した感染症対策等に関する個別の取り組みを支援してまいりそうでございます。以上でございます。少しお待たせしました。失礼しました。ありがとうございました。次に伊藤